どうも、ロクロック日のエンタメラボへようこそ。ロクロック日のケメラジとチョナヤキことサクです。ということで、君の花になる第3話直後感想動画よっ。ミツオ何やってんのあいつは。ミツオ燃えてあいつ。燃えてだいぶね、荒らしてましたけど。あんなキャラだとは。いやね、毒図でしたね。で、まさかの退場でいいんですかあれは。いやもう出ないでしょうね。まあもういいかな。まあ、もういいか。まあいいか。ありがとう。実はそのブルームがね、着ぐるみ男子としてバズってメディアとか出ることになったんだけども、まあ、そこでちょっとダンが葛藤してたりとか、高坂がね、ブルームをチェイニーにするとか言って張り切ってましたね。そう。でね、これみんな思ったと思うよ。テレビの前のブルーミーはね。ブルームはブルームなんだからっていう。いや、そうだ。本当にね、そこはみんな思ったと思いますし。うん、で、反対にね、まあ、チェイニーは逆にチェイニーの良さがあるっていうことだと思うので、今回ね、パラビの限定動画の方にもね、チェイニーのメンバー全員出てたので、なんか少しずつちょっとチェイニーのことも知れてくるのかなっていう感じがして嬉しいですね。そうだね。なのでね、今回の動画では、両グループのね、絡みも本編とパラビ限定動画であったので、ちょっとそこについてね、触れてみたり、第3話で見えたメンバーのそれぞれのね、推しポイントを語っていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、君の花になるはですね、毎週火曜日夜10時から TBS 系列で放送されていまして、僕たちは翌日の水曜日に直後感想動画を出しています。随時ね、ブルーム関連の他の動画なんかも出していく予定ですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでね、まず本編の方でですね、ブルームのエイジとチェイニーのユズの絡みがありましたね。あのさ、シーンってさ、ずっと予告で使われてたじゃないですか。予告見る限りだと、なんかグループ同士でさ、揉めるのかなと思ってたら、とても可愛い喧嘩でしたね。本当、あれもイチャつきでしょ。いや、なんかそうだよね、微笑ましかったんだけども。というのもね、エイジとユズは幼馴染で、なんか小さい頃から塾とスイミングが一緒の、まあライバル同士っていうことでしたね。なんかね、そのチェイニーのメンバーとブルームのメンバーの間に同期以上っていう関係があったとはっていうのが、だからここは嬉しい誤算っていうか、まあ驚きなんだけども、多分ね、この後ブルームがね、もっと売れてチェイニーとの共通のファンも増えてくるだろうから、そうなるとそのエイジとユズのが幼馴染ペア、尊いなっていう風になってくるだろうし、そんなね、幼馴染のお互いが売れてビッグアーティストになるっていうのもなかなかエモい展開ですよね。そうだね。なんか2人推しも出てくんじゃない、なんか。ああ、でも出るだろうね。そうそうそう、幼馴染推しみたいなのも出るかもね。で、ちょっと今後2人の関係性がね、どうなっていくのかっていうのが注目なんだけども、そんなね、2人なんですけど、パラビ限定のね、君花アフターパーティーの方では、よりね、2人の絡みが見れて、喧嘩のね、ロングバージョンだったり、なんか実際のね、エイジとユズというか、まあ、エイジ役の八村倫太郎くんと、ユズ役のね、高塚ひろむくんがね、一緒に写真撮る姿だったりとか、なんかそういうところが見れて、本編とのギャップがね、楽しめてよかったんですけども、やっぱね、このパラビ限定とか、まあ、今回の、まあ、本編ももちろんそうなんだけども、やっぱそこの2つを見て、やっぱりなんかお互いのグループのそれぞれの良さというか、まあ本当に差別化ができてるなっていうところが、より実感しまして、そのね、両グループが一体どんな違いがあるのかっていうところをちょっと自分的に考察してみたんだけども、まあ、まずね、チェイニーの方はそんなに劇中に出てきてないから、ちょっととてもニュアンス的なね、感じにはなっちゃうんだけども、チェイニーはちょっとそれぞれのね、個性はもちろんありつつも、なんかグループ全体を一つの個として見せることを重んじていて、なんかいわばその同じ種類のお花を集めた一つの花束を作っているような雰囲気じゃないですか。なんと素敵な。なんかわかる？ニュアンス。表現わかります。そう、なんか例えば全部、なんかひまわりとかバラでできた一本の花束みたいなのがチェイニーなのかなっていうふうに思ってて、なんか一方ブルームは、なんかメンバーそれぞれの個性をそのままグループとしての表現にも反映させていて、やっぱいわば違う種類のお花を集めて一つの花束にしたのがブルームなのかなっていう、花束で分かりやすく違いを説明するとこういった感じなのかなっていう。これね、ごっつい分かりやすいですね。あ、ごっつい分かりやすい。ごっつい分かりやすい。ありますか。はい。というのもね、ちょっとチェイニーに関して言うと、パラビ限定の中で、INI の木村正也さん演じるチェイニーの湊がおっしゃってたんだけども、グループでダンスするときに意識していることとして、なんかニュアンスを揃えるっていうのがあったのね。やっぱりさ、母体の INI さんは人数が多いから、振りを揃えることを意識するよりも、なんかニュアンスを意識した方が合わせやすいんだってね。だからやっぱそういったところっていうのは、チェイニーの方でもパフォーマンスに現れてると思うし、で劇中のね方で言ってた、家事も自分らでやって、なんか華道茶道行動などをたしなんで大人として自立しているっていう部分も、やっぱそのチェイニーっていうそのグループのなんかきちっとしている、なんか完璧なパフォーマンスっていうところに通じているんだろうね。確かにね。
やっぱね、そこもやっぱブルームとは180度違うところで、なんかね、ブルームの方はそれぞれ食事中好きな飲み物飲んで、いろんな個性豊かなね、飲み物飲んでたり、やっぱそんなきっちりしているイメージっていうのはないんだけども、やっぱり本当にそれぞれの個性がグループのいろんな輝きを生み出しているなっていうところで、まあ、本当にそれぞれの良さがあって、お互いそれぞれにはなれないし、ならなくていいよっていうのが、うん、なんかやっぱ今回の第3話の伝えたかったメッセージなのかなっていう感じもしたよね。チェイニーはすっごい熱い太陽、うん、ブルームはすっごい綺麗なレインボーはどうでしょうか。20点20点、はい。まあ、やっとね、ブルームはその着ぐるみ男子でバズって、そうね、すごかったのが動画公開から2時間で5万再生と、これ素晴らしい。これ我々も YouTube やってるから分かると思うけど、めちゃくちゃすごいよね。あの、初手としては素晴らしい。すごい。スタートとしては素晴らしい。スタートとしてはすごいよね。私、SNS のフォロワーが 40% 増加したり、生配信も2000人以上がね、見てくれるようになったから、もうこれはもう売れ線まっしぐら。まっしぐら。だと思うので、チェイニーとね、同じフィールドに立つ時もそう遅くないと思うので、このね、2つのグループの絡みっていうのが、どんどん劇中でも増えていくかなっていうのは期待していきたいよね。ということで、これからはグルームメンバーそれぞれのね、推しポイントを見ていきたいと思うんですけども、まずはですね、ダンボーイです。あ、ダンボーイ、ダンボーイですよ。やっぱアスカとの絡みも多いから一番ね、たくさんシーンが多いんですけども、まあ、何としても今回はね、げんこつにそっと触ろうとするダンだよね。あそこね、あそこ可愛すぎたね。よかった、あれ触ろうとしたでいいんですね。いや、あれ触ろうとしたじゃないですか。ちょっと通らせてじゃないの。あ、そう、ちょっとそう、どっちなのかなと思ったけど、アスカがその動物とか嫌いなのみたいに聞くと、まあどう接していいか分かんないだけで、うん、普通に可愛いとか思うしっていうことを言ってて、ね、なんて言うんだろう、なんかそのあのツンツンしたダンが生き物に対して可愛いっていう感情を持つところが可愛い。そうだな。そう、あとボソッと可愛いとか言うんだろうな。いや、なんか言うんだろうね、可愛いとか。あ、そう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 、それもなんか可愛い。そう、やっぱあのダンと動物の絡みっていうのは最高でした。 やられてます。そうそうそう。で、続いてはナルちゃんですね。ナルはですね、やっぱとにかく優しくて、今回ね、アスカの姉のユーリがね、家に来たわけなんだけども、その時ね、高坂も入ってきて、ちょっといろいろ話していく中で、高坂がね、話し終わった後にすぐね、泣いていたユーリのことを気にかけてティッシュ渡す。あらま、もう完璧な野草ですよね。いや、視野が広い。いや、なんかそうだよね、ふわっとこう、そう、めっちゃ確かに女性に対してすごいよね、気遣いできるっていうところだし、ね、朝食のシーンでもさ、お姉さんジャム使いますっていう風に言ってたり、すごい。そうで、最後の方ではさ、ユーリにさ、行きましょうって手を差し伸べたりして、結果ユーリはもうナル君推しになってますよね。いや、そうだな。まあそれはなるよね、絶対ね。いや、もう成功ですよ。じゃあ城は落としたんですよ。そうだよね、うん、だああいう感じでちょっとなんだろうな、もう割ともう狙い撃ちしてどんどん行って、濃いファンを、そう、濃いファンを作っていく。結構前はね、結構エイジガチ恋製造機みたいに言ってたけど、ナル君も結構いやガチ恋っていうか、リアコ。可愛い顔してこれあるよ。そうだよね。腕めっちゃあるなっていう感じ。あざといですよね。はい。で、次はですね、ナル君に関しては、まあ、オープニングなんですけども、毎回最後のカットがさ、絶対変わるじゃないですか。うんうんうん、そう、あそこでね、みんな寝転んでるんだけども、ダンとナルがね、めちゃくちゃくっついてるんだよ。っていうのは、まあ、ナルがダンにこうやって、うんうん、ダンみたいな感じでくっついてるのがめちゃくちゃ良くて、そう、あともう一個さ、自己 PR 考える際にもさ、ナルがチェイニーって言い出した時に、ダンが途端に口を塞いだり。うん、なんか今回その公式からのダンナルの供給がえぐかった3話だったなっていう感じだったね、うん、で次はユキヤに関してなんですけども、うん、まあ、ユキヤはねちょっと物申したいんですが、あたたナオと雑貨屋さんでね DIY をね習うために買い物に行きまして、まあ、ここでちょっとね一個良かったポイントが、店員さんにこんにちはっていうところね。もうこう細かいけど、細かいけどもいい、ね、なんかあれができるのってさ、結構普段からやってる人じゃないと絶対できないだろうし、なんかユキヤなら普通にやりそうだし ね、いいね、あの感じ。そう、誰にでも礼儀がいいというかマナーがいいところが出てたんだけども、まあ問題はその後ですよね、はい、ユキヤとナオの関係がね、ナルの口から語られましたが、デビュー前からナオのねいる銭湯に通ってて、でデビューライブもナオが来てくれたんだけども、ダンの家を持ってたと、うんうん、そうで、いつか絶対俺の家を持ってもらうと、お支援してもらうと必死っていうことをね、うん、言ってたけども、やっぱね、これがそのアイドルとしての自覚をそろそろ持たないとやばいんじゃないのかなっていうのはユキヤに言いたいですね。確かにちょっと勢いに火ついてきてるからね。そうなんだよね。なんか全くその躊躇する感じがしないというか、うん、そう、もうこのままどんどん突き進んでいきそうじゃないですか、うん、もう結構ねブルームがちょっとバズってきてるところでもあるので、はいはい、やっぱりこれはスキャンダラスな匂いがするのはユキヤなのかなっていう、変わらず、うん、なるほどね。ユキヤちょっと要注意だぞ。要注意、要注意、要注意だぞ。次はですね、エイジくんですね。エイジはね、生配信の視聴者数が2000人を突破したっていう時に、なんかいいこと続き
ぎてなんか怖いっていうふうに泣いてたんだよ ね。ここでもネガティブが発揮されるという、まあ、そんなところはね、エイちゃんっぽくて可愛いんですが、エイジ的にはどうなんだろうね。例えば、ブルームがさ、東京ドーム決まりましたとかなっても、あの調子なのかな。いや、そうかもしれないよ。寝れないよね。明日人生終わるかもしれない。いや、なんかとか思っちゃうから。ちょっとそれだったら、まあちょっと心配にもなるけども、まあ急にね、こんなトントン拍子にいきなりね、バズったみたいになったら、まあまあ、不安になっちゃうのもしょうがないなって。エイジのあのネガティブさが、日に日になんかちょっと可愛く思えてくるっていうかね、あれでお兄さん組っていうのがまたいいよね。はい、で続いて流星なんですけども、まあ、まずオープニングのねところで流星と宝のね双子組がやっぱりくっついて根っこ上がってて、やっぱそこが可愛くて、であとはね、そのみんなが家のことやろうってなった次の日の朝ね、他のみんな動いてるのに流星はテーブルでまあ出た、相変わらず寝てまして、寝てたね。そう、絶対1エピソードで1回以上寝るんだよね。ねえ、本当に子供だわ。いや本当にそうそうそう。そこだけバブミが強くで可愛いっていう流星でしたね。続いて、まあそんな双子組のタカラなんですけども、まあ、タカラのね発言で、まあチェニーみたいに売れるために頑張らんとみたいなねことを言うんだけども、なんかそこでなんかリーダーっぽい発言をしてちょっとみんなに茶化されてましたね。なんかそこも含めてリーダーというかさ、リーダーをいじれる雰囲気ってめちゃくちゃいいじゃん。これリーダーをいじれるグループ強いよね。そうよね。そう、大野くんとかね、はい、みたいな感じで、そうそう、そういうところも感じるし、まあ宝自身がさ、そういった発言をするっていうのもなんか結構リーダーの自覚がちゃんとあるんだなっていうところも感じられて、今後どういう風にねブルーム引っ張っていくのかなっていうのがより楽しみになったなって感じですね。はい、で続いて最後は我が推し匠なんですけども、匠ちゃんありがとうございます。まあ、今回はね朝のバタバタしているシーンでね、まあ、まずお腹すいたが出まして、聞こえて、外から聞こえてきたよな。なんかそうそうそう。画面にはいなかったよ。そう、いなかったけど、ログインしてきて、で、その後のおかわりとかいうのからね、どんどんありまして、で、その後のね、着ぐるみの動画を撮影するスタジオのシーンで、双子組となるはセットで確認してたり、ユキヤとエイジは二人でいて、ダンは一人で葛藤してる中、匠はケータリングのパンみたいなのを食べてたんだよね。食ってたね。もうあれがめちゃくちゃ可愛くて、やっぱいっぱい食べる君が好きです。あた懐かしいその CM。まあ、本当にもう、あれ、だから匠の食べてるとこまとめでさ、あの BGM が流れたらいい、ね、めちゃくちゃいいんじゃないですか。いや、いいと思う。いいよね。売れる。いや、売れるよね。ぜひ公式さん作ってほしいなっていう。はい、ということでね、まあ、今回の第3話はね、ダンのダーツで終わったんだけども、あれはね、なんか、本当にデートに行くとかいうわけじゃなくて、なんか作詞の参考にするためのデートなのかなっていうのね、感じはするよね。じゃあ来週もね、一緒に我々とドラマ楽しんでいただければと思います。ということで、僕たちは君の花になる以外にもいろいろなドラマ考察をやってまして、サイレントの動画は結構週にたくさん上げてるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上、ろくろくびでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク。はい。いつもニコニコ元気なアスカを黙らす、めちゃくちゃ最低な一言、なんでしょうか。もっと今日、おし、もっと今日、あ、それ。やばい、えぐられる、えぐられる、えぐられる。やめて、やめて、ごめんなさい。あとな、えぐられる。